破壊的可愛さ、乃木坂46山下美月、うさぎに扮したお茶目なホワイトコーデショットに反響、最後まで全力アイドルの女神様。5月6日、乃木坂46からの卒業を控える山下美月がインスタグラムを更新した。山下は、自身のインスタグラムアカウントにて、最後のリアルミーグリは京都でしたと切り出すと、たくさんの思い出をありがとうございましたとファンらに感謝を綴った。続けてうさぎ一杯で、帰りに服にソースこぼしたと綴ると、ホワイトのミニ上スカートから美脚を見せたセットアップコーデで、うさぎの耳のついた被り物を身につけたお茶目な姿を公開した。この投稿に、SNS 上のファンからは、破壊的可愛さ、完全プリンセス、うさぎの被り物だなんて可愛すぎるよ、最後まで全力アイドルの女神様などの反響が寄せられていた。乃木坂46の3期生として加入し、人気メンバーとして活躍する山下。5月11日から12日に開催される卒業コンサートをもってグループから卒業することが発表されており、乃木坂46の35スシングル、チャンスは平等では、自身にとって最後となる表題曲センターを務めている。